さて、じゃあですね、今のようにいくつかの研究例、これまでのね、私がやってきた研究例なんかを紹介しました。で、実際にじゃあ、EO ゼミでどんなことを学んでいくのかというのを簡単にまとめてありますので、ちょっとそんな紹介もね、していきたいと思います。まずですね、皆さんに学んでほしいことですが、当然ながらシステム構築に関する知識ですね。こちら、まあ、うちのゼミに来て何のシステムも関わりなく卒業していくっていうのは、まあ、ひょっとしたらね、既存のデータ分析ツールなんかをうまく使い倒して、社会のデータを集めてなんていう研究も、まあ、あるかもしれませんけど、まあ、多くはですね、自分で新しいシステムを作って、で、まあ、それを評価していくなんていうのを中心にしたいと思っていますので、まず、システムのね、構築に関する知識、プログラミングであるとか、システム開発の基本的なところですね。それから、大学のこのゼミ活動の2年半というのはですね、長いようで実はそんな長くありません。もうあっという間にね、気がついたらもう卒業だなんてなってしまいますので、いかに効率よくシステムを作っていくか、いうところ、ここもですね、非常に重要なポイントです。例えば、最近で言うとですね、最近、まあ、これも紹介する、機会がね、どっかであるかと思いますけれども、オンラインのね、あらゆるイベントがオンラインでやるようになってきて、まあ、オンラインでせざるを得ないので、まあ、しょうがないんですけど、それでですね、そういったその、イベントの開催、オンラインで開催するときの、問題点なんかも実はあります。もう詳しくは言いませんが、その問題を解決するためにですね、あるそのオンラインイベントの支援システムなんかをババッと作ったことがあります。これ、大体1週間ぐらいでね、まあでも正味8時間ぐらいかな。だから、1日あればバーッとできてしまうぐらいのですね、規模のシステムを作ってみんなに使ってもらってですね、それで運用して評価してなんていうことをやってたりします。なので、効率よくシステムを作るというところは、まずポイントの一つです。それからですね、そういったそのシステムを作って社会に適応していくときにですね、これ、違法なものはですね、当然作ってはいけません。まあ、仮に実験として作ったとしてもそれを使ってはいけません。使うというのはね、まあ、仲間内でそのプロタイピングでこんな使い方もあるという可能性を検証するところまでは OK。ただし、なんか法律に触れるようなことを社会で実際に動かしてしまうと、これ、ね、ちょっと困ったことになってしまいますので、そこは気をつけましょうと。それからですね、システムをその効率よく作るときに、ありものをうまく組み合わせて使うなんてこともありますが、ありものっていうのはこれ権利がありますからね、権利の問題をうまく解決しないといけません。で、もちろんお金を払ってね、そういうのを買ってきて使うっていうのは一つの解決方法なんだけれども、まあ、研究予算もね、潤沢にあるというわけではないので、なかなかそこも工夫をしないといけませんね。一つの例としてはオープンソースソフトウェアという呼ばれるもの、そういったものをうまく使う。もちろんこれはね、無料で使うというだけの意味ではなくて、当然オープンソースソフトウェアというのは改造して、うまく使いやすいように直していいと。で、しかもその直したものをね、まあ、特定のライセンスの下で再配布してもいいというのが、これオープンソースソフトウェアの特徴なので、まあ、そういったものをうまく使っていくという解決策が一つあるかなというところですね。で、ここは著作権の仕組みですとか、ライセンシング。まあ、ライセンシングは民法とかそういうのも若干関係しますかね。まあ、私は法律の専門家ではないので、その辺のところは法律の先生で、法律分野でいろいろ皆さんね、学んできたこと、それからこれから学んでいくことがあるかと思いますが、そういったことをここでうまく活用するということも考えていきましょう。まさにね、ITL、IT&ローのまあ、本領発揮というところですかね。さらにですね、例えばじゃあオープンソースソフトウェアで開発コミュニティに注文をつけるとかですね、まあ、場合によってはですね、開発コミュニティの中に入って、で、コミュニティの一人としてね、コミュニティの一員として活躍していくなんてことができれば、それはそれでまた素晴らしいことだと思います。で、当然ながらそういう状況はですね、英語による国際的なコミュニケーションということになりますね。まあ、ソフトウェアの分野ね、グローバルに情報が流通している、そのほとんどは公用語は英語です。なので、英語でそうやってコミュニケーション、うまく実際のコミュニケーションを英語でやると。ここもね、グローバル教養分野でいろいろですね、単なる語学だけではなくて、他の地域、ヨーロッパ、アジア、アフリカはあんまりないかな、アメリカね、オセアニアと、
そういった地域のですね、まあ、文化や風習、多文化をリスペクトして、もちろんね、自分の国の文化を卑下することはありません。当然自分の国の文化は立派です。で、ただし他国も立派なので、そういうね、文化的な教養を踏まえて、相手を、まあ、尊敬して付き合うと。そういうようなグローバル教養ので学んだことをですね、発揮して、国際的なコミュニケーションを行うなんていうことも、これ、必要になってきます。ね、先ほど言ったように、なかなかシステムをね、一人で作るっていうのは、これ、しんどいので、複数人でシステム開発するってことは、これは歓迎です。さらにですね、データ分析とか、どうやってそのシステムを評価するんだ、というようなところ。ね、これは統計の知識がいりますので、まあ、簡単な統計の知識で十分ですね。で、そういったものはですね、もし、1年生の時にプログラミングのための数学とそれから統計学を学んでいれば、それの知識を十分に活かしてほしいと思いますし、もし学んでいない人でもですね、まあ、必要に応じて勉強していけばいいわけです。で、何度かですね、今までの研究例の紹介をしたときに、対外的な発表をしてきましたというようなね、そんなお話をしました。で、これは私のところの方針は、文学部でゼミをやっていたときから、まあ、これ変わらない。昔からね、この方針でやっています。すなわち、学生の皆さんも、できるだけ対外発表をして、ね、世間に自分の名前と考えを売っていきましょう。ということを支援しています。で、これはですね、皆さんのためでもあると思うんですよね。例えばね、まあ、将来どうなるか分かりませんが、どっか IT 企業に就職したいとかってなった時に、どこそこでこんな発表しましたっていうのは、これはアピールポイントになりますよね。で、まあ、履歴書にも書けることですね。で、じゃあ対外発表ね、どんな発表の場があるかっていうと、ちょっと考えた、ざっと考えただけで、いくつかありますが、まあ、HD ネットっていうね、団体、私も理事をやっていますので、そこで研究発表会、春と夏にね、春と冬、冬というか秋、12月の頭ですね、年2回あります。それから、新学会っていうのは、これ、電子情報通信学会です。電子情報通信学会のことをなぜか新学会と略すんですね。まあ、私の出身の長野県ではね、進学会というと別の信州学生なんとか、進学会というね、塾が有名ですけど、その進学会とは関係ありません。電子情報通信学会です。その進学会の CW 研究会、CW というのはこれはサイバーワールドです。サイバーワールド研究会、そこの専門員、まあ、小花先生もね、そこの専門員やってますが、私と小花先生で、まあ、うちからは2人出ています。あそこの、研究会が年に4回あります。それから、これ学会ではね、ありませんけれども、オープンソースカンファレンスっていうのがしょっちゅうあちこちでやられていて、東京では秋と春に、ね、これも年2回ね、あります。こんなところでイベントで発表するなんていうのもこれまでやってきました。その他にもですね、内容に合わせていろんな学会があります。社会情報学会の大会も9月にあります。去年、2019年はね、ITL の建物で、大々的にやりました。ね、延べね、200人弱、170人ぐらいかな、人が来て、あ、延べだと超えるのか、全ネットの参加者でそのぐらい。で、2日間やってるから、延べでやれば、まあ200人超えてますね、ぐらいの参加者が集まってやりました。それから、最近ちょっと行ってないけれども、経営情報システム学会っていうね、学会も私もよく知っていますので、そこで発表するとか、あと、ディコモっていうのは、これは、なんだっけ、ちょっとシンポジウムで泊まり込みのね、合宿形式のやつです。これは、コミュニケーション系ですね。ちょっと、すいません。正式名称忘れてしまいました。あとはですね、WSSM、これもさっき何回か、ちょっとね、研究例の発表事例のところで出てきましたが、これ国際会議、国際会議の、プログラムを決める、PC、ね、プログラムコミッティというメンバーを私は第1回目からずっと担当していますので、そんなところでもしね、皆さんの中ですごくいい成果が出て、かつ英語で発表したい、ね、そういう人がいたとして、まあ、今後ですね、ちょっとね、なかなか今海外に渡航が難しい状況なので、どうなるか分かりませんけれども、まあ、将来ですね、海外に
の学会で発表したいなんていうのは全面的にバックアップします。現在進行中あるいは計画中のプロジェクトもね、こんなにあります。まあちょっと今ね、八王子からこっちの市街に移ってきてしまったので、八王子市の図書館との共同研究ね、これまあまあ続けてはいますけど、これに参加するという手はありますね。八王子市、それから文学部の社会情報学専攻なので学部横断的なプロジェクトでもあります。何をやってるかというと、図書館の利用のデータを分析、これ八王子市のね、市立図書館ですか、そこの実際のリアルのデータもらって分析してます。あと八王子市の図書館は読書感想文コンテストなんてのをねやってたりするので、それの、まあ、分析なんかもやりました。昔やったのはいい、ね、入選作品と、まあ、ちょっとダメな作品と、比べてみてですね、でこれも軽量テキスト分析って言ってコンピューター使ってどんな文の内容になってるかなっていうのをね比べてみると、まあちょっと面白いことが分かったなんていう例があります。ルワンダの IT 教育支援、突然ルワンダ、ルワンダってみんなどこにあるか知ってますか？アフリカですよ、アフリカの国ね、アフリカのルワンダという国がありますが、そこは今ね、まあ、有名なのはね、大量虐殺があって、その、ジェノサイドがあったっていうので有名ですけど、今はね、もうそんな、まあ、ちょっと前の話なので、今はですね、アフリカの中では、その IT 新興国ということで、まあ、非常に、私も実はまだチャンスがなくて行ってないんですけど、まあ、いつか近い将来行ければいいかなと思っています。そこでね、IT 教育の支援をやるっていうプロジェクトがあって、ちょっと関係者と知り合いなので、そこのお手伝いをしようかな、まあ、一部ちょっと始めたりしているところもあります。で、ここはですね、松崎先生の研究室と一緒にやろうかなっていう話が進んでますので、まあ、松崎ゼミと合同でプロジェクトをやるっていうことが考えられます。あとですね、遠隔教育ね、TH これタイですね、それから TW これ台湾です。台湾とタイ、まああとベトナムをやるかなという話もありますけど、そこと日本をつないで、遠隔教育で、まあこれはですね、文学部の若林先生と共同でやってるプロジェクトで、そこで遠隔教育をやりますよ。まあ何の教育かというと、まあタイもね、台湾もそれから日本もどちらもですね、ネイティブランゲージはタイ語であり日本語であり、まあ中国語でしょ。なので英語っていうのはセカンドランゲージなんですよね。なのでまあいわゆる ESL ってやつですね、 English as Second Language、 それの教育です。その教育をするときに、まあ今ね、オンラインで、まあ図らずも皆さんといろいろオンライン講義なんかがこう集中的にやられていると思いますが、リアルタイムで、台湾と日本とつないでですね、で、語学教育を支援する、そんなシステムを作って、で、まあその研究をやりましょうなんていう話が今進んでいます。あとですね、これもですね、ある会社、まあ、ちょっと、まあ、会社名は言いませんが、そことですね、共同研究をしましょうという話が現在調整中で、これは、まあ、ユーザビリティ評価をしましょうという話があります。さあ、あともう少し資料がありますが、ちょっと一旦、時間の関係でビデオを止めましょう。